です。よし、同様です。最終節直前見どころ解説。いや、どん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 日本、さあ決まりましたけれども全然決まってないです長かったシーズンも、5月22日、はい、24時キックオフ、こちらの試合で、幕を閉じるとということでですね、今回ですね、最終節にあたって、見どころというか、ここ注目してみると面白いよと、普段プレミアリーグ見ない方もぜひね、最終節のこの熱さ、祭り、フェス、やっぱね、参戦してもらいたいわけでございますよ。そうですね。はい、ということでですね、もういろいろ語っていきたいと思っております。早速行きましょう、レッツゴー。まず一つ目ですね、最大の見どころ、同時キックオフ。おー、来ましたよ、これですよ。普通と思ってたけどね。はい、普通じゃないこともあるよ。普通じゃないんですよ、これね。結構確かに、そっか、普段見ない方はね、いるかもしれませんので、言いますと、基本的にですね、プレミアリーグ、同時キックオフなどは、もうほんと最終節のみですね。そうです、基本的には。シーズン中はね、あっても5、6試合ぐらい同時キックオフなのは。そう、5、6試合でもう、てんやわんや。そう、まあ、なんで最終節同時キックオフなのっていうと、はい、まあ簡潔に言うと、八百長というか談合試合がないためと。そうですね、はい。例えばですね、残留争い、例に挙げさせていただきます。 A クラブ、 B クラブ、 C クラブあるとします、全員の勝ち点は21で1勝、ただ得失点が A1、B2、C3 と、じゃあところですね、拮抗調べでございます、仮にですよ、時間がばらけたとしましょう。最初に行われるのは C vs その他のチーム、この試合でですね、 C が0対1で敗北します、そうするとですね、その他のその後の時間帯にある A と B は、両者ともに引き分けだったら残留確定するんですよ。そうなんですよね。そうなんで、お互い攻めないんですよ。それはノットエンターテイメント。そう、そうなってくると先に試合する方めちゃくちゃ不利じゃないですか、ということでですね、基本的にそういう談合試合がないように同時キックオフになってるわけでございますけれども、本当にね、盛り上がるからね、これはね。みんなね、できるだけの画面に映してみ。そう、あ、見れないから。ああ。よくわかんないですけど。あとはですね、ちょっとここはね、難しい話になるんですけれども、ダゾーン、日本語実況解説さんの3試合のみ。あ、そうなんだ。そう。へぇ、シティ対ビラ、リアプール対ウルブス、そしてアーセル対エバートン。こちらの3試合しか実況解説つかないし、アーセル対エバートンに関しては解説いない。あ、そうなんだ。そうなんですよ。もうなんか手配できねえのかな。いや、これスタジオの関係らしいですね。あ、そうなんだ。そう、スタジオの関係でっていうところで、そういう意味でも日本語で、実況解説かっこ笑いしてるプレジャーに来てみたいわけですよ。他はですね、各々の争いを見ていこうと思っております。はい、はい、まずはですね、優勝争い、はい、現在の勝利こんな感じでございます。ババンと、はい、参加クラブはマンチェスターシティ、そしてリバプール、こちらの2クラブでございますと、まずはですね、マンチェスターシティから対戦相手、アストンビラ、14位でございます、現在14位のアストンビラでございます、はい、注目ポイントですね、勝てば連覇確定、そんなシティの最後の敵はジェラート&コウチーニョ&ダニーイングス、はい、結構みんな忘れがちですけどね。そう、イングス省きがちなんよ。イングス省きがちですけどもしっかりというところで、その3人、リバプール勢がいるアストンビラと、実際ですね、マンチェスターシティとアストンビラの対戦成績なんですけれども、なんと全コンペティション合わせて現在シティ、ビラに8連勝中。ああ、そうなんです。そうそうそう。そしてですね、最終節は、ホームゲームのエティハードスタジアム。さらにですね、シティはですね、現在最終節、なんと、5年連続勝利中。5年連続勝利中。5連勝中ってことで、もう最終節得意としてるってことで、有利の条件たんまりあるわけでございますよ。こんな負けられて。そうやね、負けられない。しかもですね、マンチェスターシティのレジェンドの一人、フェルナンジーニョの最後のホームゲーム。そうですね、それも相まって、まあもう負けちゃいけない、絶対にと。ラストホーム、ビラに8連勝中、最終節5連勝中、フェルナンジーニョ見送りバフ、4つよ。勝ったな。勝ったでしょ。勝ったな。もうこれは勝ったか。さすがに。でも俺は忘れない。満身はね。そうだね。最大の敵と。そう、満身の。そう。満身は。そうです。そう。つまんねえな。初歩的なの挟んでくんだ。ということでですね、
優勝条件、はい、見ていきましょうと、うん、はい、まず勝利、問答無用、はい、おめでとうございます、うん、ドロー、うん、リバプールが、引き分け以下なら OK、うん、敗北の場合リバプールも敗北、うん、そしてですね、得失点差6埋まらなければリバプールが引き分けでもか、すなわち、6点差以上での大敗北でか、こちら優勝条件でございます、はい、続きましてリバプールですね、対戦相手はウォルバーハンプトンことウルブス、うん、現在8位でございます、うんうん、はい、注目ポイントなんですけれども、元前人未到の4冠に向け、まずは勝利が大前提、そうです、はい、対するウルブスなんですけれども、うん、なんと4月2日以来勝利なし、6試合勝ちなしという不調の状況で迎えるわけでございます。なるほど、はい、さらにですね、リバプールは現在ウルブス相手に6連勝中、うん、そしてリバプールも、同じく最終節は5連勝中、あ、なるほど、はい、そして会場は無敵のアンフィールド、うん、まあ、負ける道理はなし、なし、またですね、リアプールはですね、CL ファイナルがその翌週にね、うん、控えているので、どのような布陣で来るのかも注目なのかなと、リアプールで優勝条件なんですけれども、勝利した場合は、シティが引き分け以下なら優勝でございます、うん、はい、引き分けの場合、うん、シティが7点差以上つけて敗北、うん、これならいけると。なるほど。そして、まあ、負けは無理、うん、ノーちゃん、うん、といったところで、こちらが優勝争いでございます、うん、まあ、両者共にホームゲームで戦える、うん、これ結構でかいのかなと。まあお互いね、うん、ホーム強いですから、うんうん、まあ勝利勝利で1ポイント差っていう、それがちょっとやっぱり一番濃厚かな。続きましてですね、 CL 争いでございます、はい、含む順位こんな感じでございます、ババンと、うん、はい、チェルシーがですね、すでに確定しておりますので、はい、3位クラブはトッテナムとアーセナルのこのノースロンドン両勢でございます、はい、まずトッテナムですね、対戦相手はノリッチシティ、アウェーゲームですね、うん、アウェーでノリッチと対戦でございます、はい、勝てば1819シーズン以来の CL 権確保、おー結構久しぶりだね、そうだね、最後に出たのが1920の CL なんで、うんうんうん、プレミア的には1819以来、うん、トッテナムがですね、ノリッチにリーグ戦で敗れたのは、うん、2014年まで遡る、なあ、あとはですね、後日するんですけれども、はい、ソン・フンミンの、うん、得点争い、うん、こちらも相まってまずは勝利して、なおかつソン・フンミンゴールの対象して CL 圏域、なんなら得点王もっていうのがベストなところでございますな、すげえな、ドラマティックですね、ドラマティック、本当に最高のシーズン、はい、コンテありがとう、なる可能性非常に高いですね、うんうんうん、最後ノリッチですから、やっぱり降格がね、もう決まってしまって、決まっております、特にモチベーション中モチベーションもねないです、ないので、うんうん、まあこれはさすがにスパーズ確保条件なんですけれども、勝利は問答無用、はい、引き分けの場合、アーサルが16点差以上で勝利以外は大丈夫と天文学的な、なるほど、例えば引き分けでもほぼ確定、なるほど、で敗北はアーサルが引き分け以下だったら OK だよという条件でございます、うんうん、続きましてアーサルですね、対戦相手がエバートン、うん、エミレーツで、うん、エバートンとの対戦でございます、はい、注目ポイントですね、うん、もう勝って天命を待つしかないアーサル、うん、相手はですね、残留を決めましたエバートンと、そうですね、はい、ただですね、アーサルエバートン苦手としておりまして、現在3連敗中、ここで負けたら2シーズン連続のダブルを許すことになると、あ、そうなんだ、そうなんですよ、そうなんだ、結構エバートン苦手としておりまして、ただですね、アーサルはですね、うん、最終節にめちゃくちゃ強いと、ほう、なんと現在10連勝中10年間最終節勝ち続けてると、なるほど、はい、道理で俺ほんと最終節負け見たことねえなというか、なるほどね、引き分けも見たことなかったのかなっていうところで、そんな相性取っ払ってね、そうそうそう、最終節はとにかく強い、そうそう、うん、そういう状況でございます。確保条件なんですけれども、はい、勝利で、トッテナムが敗北、うん、まあ、引き分けでもね、一応なんかね、まあ、16点差とか、まあ、もうクソみたいだな、あるけど、まあ、そんなことなしにしたら勝利して勝つ、トッテナムが敗北、うわ、引き分け以下だったら無理というような苦しい状況でございます、苦しいな、そう、まあ、ちょっとね、グーナを励ますという意味でも、はい、そして僕が励むという意味でもちょっとね、昔話をさせていただきたいなと、1516シーズンですね、うん、最終節を迎えるにあたってですね、トッテナムとアーセナルの差は2位あったんですよ、うんうん、1位レスター確定しておりまして、2位スパーズの70ポイント、3位アーセナル68ポイントと、うん、もう負けるにはトッテナムが負け、かつアーサルが勝たないといけない状況、得失点差も、しっかり離れてる、ああ今と似たような状況、そうそう、うん、でトッテナムの相手はすでに降格が決まってるニューカッスル、ほう、結果見てください、こちらババンと、はい、アーセルはアストンビラに4対0で勝利、そしてトッテナムはなんとニューカッスルに5対1で大敗北、はい、こんなことあるんだね、こんなことありました、俺が見ててえーっ
になってましたもん。そう、最終節でなんとこう綺麗に順位をまくったと、いったような過去がありますので、やっぱ最後までね、もう本当に見届けた方がいいんじゃないかなと。何が起こるか分かりませんから。そうですね、うん、こちらがですね、CL 争いでございます。はい、まあもう大方もう本当に 96% ぐらいだったかな、トッツナムの CL 確率は。うん、まあでも 4% あるんだな。そうだね、うん、まあかけるには値する、値するですね。そうだね、うん、なんでもこちらが、まあ、CL 争いでございますと、はい、続きましてですね、 EL 争いでございます。参加クラブは2クラブ、マンチェスターユナイテッドとウェストハムですね。はい、はい、マンチェスターユナイテッドの対戦相手はクリスタルパレスで13位と、うん、このカードはですね、うん、ラグニック政権最初の試合と同じカードと、ほうほうほう、そして最初の相手最後の相手が一緒っていう、なんか運命一緒みたいね。ああ、そう、なるほど。ラグニックユナイテッドはパレスで始まりパレスに終わると、EL 覚悟条件ですね、勝利は問答病でございます、うん、引き分けは、ハムが勝利以外、うん、負けはハムが勝利以外といったところで、うん、あとこれ得失点差的にね、非常にハムがもうプラス10かな、なるほど、ユナイテッドと比べてプラス10が余ってるので、得失点差勝負になったらなかなか厳しいんですけれども、うん、まあ、ほぼほぼ大丈夫であろうと。なるほど、うん、はい、続きましてですね、はい、ウエストハム対戦相手はブライトンでございます。ウエストハムもアウェーゲーム、アメックススタジアムでのアウェーゲームでございます。はい、注目ポイントですね、得失点差でユナイテッドを大いに上回っているため、何か起こればすぐイエル権を狙いに行けるような位置につけてるわけでございますと、うん、ほうほう。ちなみになんですけれど、ブライトンでウエストハムこのカード6連続引き分け中と。おら、すごいんですよ本当に。すごい。2018年10月6日を皮切りに2211332211111と、これちょっと面白いね、データがあるわけでございます。なるほど、はい、確保条件はですね、勝利してユナイテッドが引き分け以下、うん、で引き分け以下なら無理と、うん、まあですね、まあ、地味っちゃ地味かもしれませんが、 EL 争いもですね、うん、EL と ECL 全然わけ違いますから、この差でかいんですよね。この差でかいんですよ、EL は頑張ったら来季 CL につながりますけれども、ECL は優勝したとで、ボーナスが EL 出場権なんで、この試合数が増える割にはそうっていうね、地味に割に合わないってところありますので、ここもね、是か非でも獲得したいポイントなんじゃないかなというふうに思っております。はい、はい、最後ですね、残留争いでございます、うん、こちらですね、5月20日前の今日ですね、うん、早朝に行われましたエバートン対クリスタルパレス、なんと2点差から大逆転と、はい、に成功したエバートンがですね、最終節待たずに残留に成功しました、うん、いやこれはちょっとびっくりしましたね。もうみんな観客でわー、グディソンパークもう、もう上がりまくりですよ、点上げですよ、うん、これによりですね、エバートンはですね、なんと69年連続一部に所属と。すごい、はい、すごい、これはですね、歴代2位の記録でございます。ちなみになんですけど、1位はですね、97年連続所属、うん、アーサル。あ、そうなんだ、はい、ユナイテッドとかじゃねえんだ。違いますね、アーサルというところで。ということで、こんなことがありまして、残留争いこんな感じでございます。ババンと、はい、はい、参加者は、うん、バンリーとリーズの2クラブと共に勝ち点35なんですけれども、得失点差的になんと20もバンリーが上回っていると。これ同勝ち点の場合非常にでかい、この引き分け、うん、めちゃくちゃでかかったね。そうだね、うん、死ぬほどでかかったのかなといったところでですね、はい、バンリーから見ていきましょう。対戦相手はニューカッセルでございます。現在12ですね、注目ポイントはですね、なんといってもターフムーアを使えるということでございますよ。ね、結局これなんですよね、ホームのですね、うん、声援っていうのはもう異常なまでの力になりますから、そうです、ここ使えるっていうのは非常にでかいわけでございます、ちなみにですね、バンリーはニューカッセルあんまり得意としなくて、リーグ戦だと3連敗中なんてこともありますし、またですね、プレミアリーグでの最終節5年連続敗北中まあということで、嫌なデータあるんですよ。そうですね、なんでここがどうなるのかと。あと、ちなみにですね、マシュロートンが一発退場したので、マシュロートンは使えませんと。はい、まあ一足先に、一足先に、続きましてですね、リーズでございます。対戦相手はブレントフォード11位のアウェーゲームでございますとはい、こうなんですよ。リーズはですね、エランドロード、うん、ではないので、ホームの声援をなかなか受けることができない。はい、ここがやっぱりバンリーとの大きな違いなんじゃないでしょうかと、うん、さらにですね、なんとここ5戦勝ち出しなんですよね、リーズはね。なるほど、ズルズルとやってきましてですね、うん、我々4月1日にプレミアリーグ最終章開幕っていう動画を出しましてですね、うんうん、そこで残留争いの方で順位表を 見ながらね、語ったわけでございます、はい、それがですね、こちらなんですよ、ババンと。当時のですね、4月1日時点の順位表でございます。まあ結構ね、試合数にばらつきありました、うん、ただですね、10試合で14ポイントエバートとバーンリー持ったんですよ、うん、当時から。すごい。ただですね、一方リーズはですね、試合数違うとはいえ7試合で6ポイントしか漏れなかったと。なんで16位だったんですが、ずるっと下がって今や18位と。ちなみにですね、結構びっくりするんですけれども、4月1日以降ワトフォード10試合で、勝ち点2しか持ってないですこれノリッチよりも少ない。
ノリッチはね、5持ってるんだけど最速で広角に突っ込んでいきましたから。そうバーッて突っ込んだんですけれども、ところで、残留条件でございます、共に同価地点である、ただですね、得失点差が大きくバーンリーが上回っているので、結果が同じだった場合はバーンリーが残留決めると、はい、なのでリーズは結果で上回らなければならないという状況でございます。ここもちょっとありますけれど、いかがですか。そうですね、まずリーズは最低でも引き分け以上、負けた瞬間アウトだからね。まあバーンリーが21対0とかで破れない限りはまあ無理なんで、なんでバーンリーは負けても最悪、リーズが負けちまえば、そうチラ見しながら、チラ見しながらっていうのはできるんで、俺はバーンリー1票かけようかな。ああなるほどね、なるほどなるほど。というところでですね、最後得点争いでございます。こちらの見物なんじゃないかなということで、現在こんな感じでございます。パパーンと、はい、サラ22、ソン・フンミン21、クリスティアーノ・ロナウド18、ここぐらいかな、かかってくるのは。はい、サラはですね、やっぱり怪我しちゃったんですよ、 FA カップ。こちらで怪我しまして、前半で早々に交代ってところで、シール決勝にはね間に合うっていうような情報出てるんですけれども、最終節で、起用されるかどうかってところはちょっとまだわからないのかなと。ってなってくると、ソンがもうこっから一人旅ですよ。そうそう、チャンスあるのかなと。1点取りゃ、まあ同率ですけど、そう得点王はもらえる。そうだね、いけるな。結構可能性はね、あったりするんですよ。はいはい、なのでそういうところも注目なのかなと。はい、まあいろいろ触れるところはたくさんありますけれど、メインどころここさえ押さえとけば、とりあえずフェスには参加できるよと。多いよ多いね、多いけどね、本当に。でもですね、本当5大リーグで見てもプレミアリーグは何一つ決まってないわけですから。そうですよね、優勝争い、シール権争い、EL 権争い、残留争い、はい、4つもあるんです。いいですね、それぞれの戦いがあって。そうなんですよ、なわけで、今まで紹介した通り、10分の8が何かしらに関わってくるといったところで、一切何も関わらないのはチェルシー対ワトフォードとレスター対セインツしかないんですよ。あ、そうなのか。そうなるほど。なんでもあっちこっち行ったり来たりですよ、これはね。八窓しなきゃいけないのか。八窓でございますなるほど。ただですね、今回は去年はね、ほんといろんな窓を見たんですよ、なぜかというとアーセルとシティが基本的に何も関わらせなかったから。そうね、そう。ただ今回はアーセルとシティはしっかり渦中のクラブなので、僕らはアーセルシティ中心に見させていただこうかなと。そうですね。ただまあ何か動きがあったら、すぐ他会場行ったりとか、という形でですね、今回もやらせていただこうと思っております。はい、今回の最終節配信なんですけれども、もうフェスなんで、ちょっといつもより早めに、だいぶ早めに、1時間前からやっていこうと思っております。24時キックオフなんで23時からぐらいで、もうがっつりもう長尺で配信して、この本当に祭りをね、皆さんと一緒に楽しみたいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆様遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあですね、この黒いねプレチャー T シャツもですね、5月限定のね販売中でございますので、ぜひとも皆さん買ってや。はい、ということで、よければチャンネル登録お願いします。各種ゲーム中からお願いします。それでは次回でお会いしたー。